ラサールの探検した経路を示す地図、ピンクが最初の探検、緑が二度目、黄色が三度目の探検でたどった道である。ラサールの探検は、シュールド・ラサールに率いられたフランス人探検家の一行のミシシッピ川やオハイオバレーをめぐる一連の旅である。1660年代の終わりに始まったこの探検旅行は20年にわたって続けられた。旅した先の多くは、 それまでヨーロッパ人が未踏だったところもかなりあった。この探検により、ルイジアナのフランス植民地からカナダのフランス植民地までの陸上交易路が整備された。また、遠征で立ち寄った先々はフランス国王ルイ14世の所領となり、この地域への1世紀近くに及ぶフランス支配の口火を切った。ロベール・カブリエド・ラサール1666年、ラサールは ヌーベルフランスに到着した。彼は、ルーアンの裕福な商人の息子で、イエズス会の神学校で学び、聖職者を志したが、22歳の時に探検に、魅了され、インディアンとの交易事業をするつもりで新大陸へ渡ったのである。ラサールはすぐに、モントリオールへ向かった。この街は、当時フランスの支配下にあった地域の中で、最も遠くにある、内陸地の交易所であり、 その当時は、教会とさして変わらない存在だった。ここには、イエズス会の宣教師で、ワイアンドット族への布教のために赴任している彼の兄弟がいた。またこの時期は、色濃い戦争のただ中であり、フランス王国が後ろ盾になったアルゴンキンゴ小族が、色濃い連邦と彼らを支持するイングランド人とを相手に、残忍な戦闘を繰り広げていた。ラサールは、現在のケベック州、 ラシーヌの近くに広域な土地を購入し、そこで交易商を始めた。この土地購入により、地主の称号と探検家としてのチャンスがラサールに与えられた。地元のインディアンから毛皮を購入し、仲買人としてヨーロッパの商人にそれを売り、本国に持ち帰らせる仕事はかなり繁盛した。ラサールはセネ家族の交易商人から初めて、 オハイオカントリーのことを教わった。そこには幅の広い川が流れ大会に注ぎ込んでいるという。そういう川が実在するのなら交易に役立つのは明らかだった。ラサールはその川への興味をそそられた。もしそれが存在するのなら内陸部への交易の旅も可能であり、陸上の経路よりはるかに簡単である。そこが発見されたら、 川に沿って交易することで儲けも大きくなるだろう。当時のヨーロッパ人は自分たちはアジアの香辛料の原産地からそう遠くないところにいると思っており、ラサールはその経路はインドに通じているのだろうと考えたのである。フロンテナック取で1672年から1682年、ラサールはヌーベルフランス総督のフロンテナックと交際して共に オンタリオ湖藩のらきにフロンテナックトリデを建てて色濃い連邦を牽成し五大湖上流地方と沿岸部のオランダやイングランドの入植地との毛皮交易を妨害した。1689年7月6日、ラサールはセネカの商人から教わった地域への最初の探検に向かった。24人の同行者とカヌーを準備してセントローレンス川からオンタリオ湖へ渡り、 35日後、オンタリオコナンガンのセネカ川に着いた。そこには、セネ家族の集落があったが、セネ家族は、ラサールが、西の方へ探検を続けることを思いとどまらせ、オハイオカントリーに行くのは、望ましくないと告げた。彼らの警告や、案内人を出してくれと頼んで拒否されたにもかかわらず、ラサールは、ナイアガラ川へ向かった。そのナイアガラ川でラサールは、セネ家族が、 自分たちが襲撃して捕虜としたポタワト民族を連れて居住地に戻るのに出くわした。その捕虜がオハイオカントリーへの探検の案内役に同意したのを見届けてラサールは身の白金を払ってその男を釈放させた。そこから一行はさらに西を目指してエリー湖に着きそこで南に折れた。そこからオハイオ川の支流に着くまでは陸路で その支流からカヌーで本流へと漕ぎ出した。オハイオに着くと、ラサールは西へとさらに進み、現在のケンタッキー州、ルイズビルにあるオハイオ滝に到着した。その先から一行は進むのを拒否し、ラサールを置いてカナダへ戻った。ラサールはそれから、ほんのわずかの距離を一人で進み、一人でカナダに戻った。しかし、ラサールのオハイオ側の発見は、 現代の歴史家からは認められていない。1681年当時のミシシッピ川の地図1670年、ラサールは新たな探検に出発した。ラサール率いる一行は西を目指してエリー湖を渡り、ミシガン湖の南端にたどり着いた。そこから南へ向かったラサールはミシシッピ川に出た。ミシシッピ川をずっと下った一行はメキシコ湾に出た。この発見により、 実際に大西洋の南に出たという結論に達した。この探検旅行により、ラサールはミシシッピ川の前兆を下った初のヨーロッパ人となったが、ミシシッピ川そのものは、おそらくはクリストファー・コロンブスの航海にまで遡ることができた。コロンブスはミシシッピ川南端を訪れていたからである。さらにミシシッピ川中部には、コロンブスより一世紀前にエルナンドで外が、 訪れていた。ラサールは、毛川交易を、大々的に、安全に行うために、一連の砦と補給線をモントリオールから、五大湖経由で、オハイオバレーに作り、1679年には、フロンテナック砦と、ナイアガラ川川口に、コンティ砦でも建設した。ラサールは、この砦の近くで船を作り、ルグリホンと名付けて、五大湖の探検に使った。これは、 エリーコを公開した初の商用帆船であった。翌年の夏、現在のウィスコンシン州、グリーンベイまで公開し、そこに交易所を作った。その地域はビーバー戦争によって通過することができず、ラサールは交易所に留まっている間、二人の男にインディアンの案内人をつけて、西にあるミシシッピ側の探索にやった。二人は、 最終的にセントアンソニーの滝の位置を突き止めてから戻った。色濃い戦争による色濃い連邦の拡大、ピンクの部分は元々の居住地。1679年9月、ラサールはナイアガラへ戻るために出発したが、ミシガン湖の東岸にあたるセントジョセフ川の河口でその旅を中止した。一行はその川の上流へと船を漕ぎ、イリノイカントリーとオハイオカントリーへの探検を、 続けるため、その拠点として小さな砦を建てた。そこで、陸上からやってくる物資と人員とを待った。彼はグリフォンに乗組員を乗せて、モントリオールへ帰したが、船は着かず、戻る途中で死んだのだろうと思われた。1679年12月3日、ラサールの一行20人が、イリノイカントリーへ出発した。セント・ジョセフ川からカンカキ川へ繋がる連水経路を、 探す予定だったが、連水経路は見つからず、ラサールは他の者たちとはぐれてしまった。その夜、吹雪の中をラサールと一行とは離れ離れで過ごしたが、翌朝ラサールは川の方へと出て、一行に再び加わることができた。彼らはなおも探検を続け、ついに連水経路を見つけて、陸路間柿がわいと進んだ。川に到着して、カヌーを漕ぎ出し、 西へ向かってミシシッピ川を下った。ブッシュはそこを突き始めたが、泥沼で立ち往生するバイソンを捕らえて、食料とし、食料の大部分をそれで補充した。なおも、下流へ向かった、ラサール一行は、大きなインディアン集落を見つけて、そこに停泊して、鳥を作り、クレベクール鳥と名付けた。ラサールの造庫の鳥を交易所として、使うために、ラサールは、 地元の部族を呼んで交渉した。彼らと交易の協定を結ぶことができたが、この地元部族自身が、色イ連邦との戦争で通行を閉ざされているのに、気づいた。色イ連邦はその周辺を襲撃し回っていたので、ある。この地域の東は、マイアミ族、南東には、ウィー族、ピアンケ粧族、隣接した地域には、イリノイ族、そしてもっと西には、ペオリア族がいて、 メインからはるばるやってきた部族もいた。このメインの部族は侵入してきた色濃い連邦を避けるため、この地に逃げてきたのだった。地元部族の大部分は、クレベクール砦の東側の大部分にあたる、オハイオカントリーに住んでいたが、やはり色濃い連邦の襲撃のため、イリノイカントリーや、その他の地に逃れてきたのであった。その冬の残りは、周辺地帯で毛皮を集めるのに費やし、 春になってから一行のうちの一部がモントリオールへ毛皮を輸送するためにできたばかりの交易路を通っていった。彼らはカナダへ行って毛皮を打ったがその後行方をくらまし戻ってこなかった。ラサールは彼らに何があったのかを知ろうとカナダへ出発した。その途中でラサールはヌーベルフランスの新総督と出会った。この総督はラサールが建てた。 公益所を我が物にして、中東兵を置いていた。イリノイカントリーの公益所へ戻ったラサールは、公益所が壊されているのを発見した。彼が出発して間もない1680年の秋に、暴動を起こした彼の仲間の仕業だった。地元部族は、ミシシッピ側の西へ行って、姿が見えなかった。おそらくは旅重なる、色恋族の襲撃のせいだった。1681年。 ラサールは再びイリノイカントリーに戻り、やはり戻ってきた地元の部族と同盟を結ぶための交渉に入った。ラサールは即座に彼らとの交易を始め、その後2年間を通じて重機と他の金属機とを仕入れた。それは地元の部族たちが初めて見るものだった。ラサールはイリノイ川上流のスターブドロックに三類トリデを作ったが、1684年に、 色恋連邦の襲撃にあった。しかし、色恋族はラサールたちに撃退され、その後、色恋連邦自身の命運も加工していくことになる。ルイジアナを建設するラサール一行その後ラサールは同行者を募り、彼の探検の中でも、 最も有名な探検に出た。クレーブクールを十八人のアメリカインディアンと共に出発してミシシッピ川をカヌーで降り、メキシコ湾に着いた。六百八十二年四月九日、この地でラサールはミシシッピ川流域がフランス領であると宣言し、現在のルイジアナ州ベニス付近のミシシッピ川の河口に名番を埋めて十字架を立て、ルイ十四世に敬意を表してその地をルイジアナと、 名付けた。また、資料のため、現在のテネシーとの宗教に、一行は足を止めたが、その時、兵器校であるピエール・プルドムが行方不明になった。おそらく地下相続に捕まったのだろうとなり、ラサールは、ハッチー川の南の崖に建てた鳥出柵をプルドム、鳥と呼んだ。ところが10日後、プルドムが無事ではあったものの、かなり腹を空かせて戻ってきた。その後一行は、 ミシシッピを下流へと向かった。プルドムトリでは、後のウエストテネシーで最初に白人が建てた建造物となった。ミシシッピ側下流を探検した後、ラサールはルイジアナへの入植者を募集するため、フランスへ戻った。1683年、イリノイ川沿いの毛川交易所には、アンリ・ド・トンティを指揮官として配置した。このトンティは、1678年に、 ラサールがカナダに連れてきたイタリア人傭兵でラサールの名優だった。この交易所はヌーベルフランス当局が毛皮交易品をモントリオールに集中させることを決めて後、西にある交易所の中で唯一稼働している交易所だった。トンティはこの仕事にあまり気が乗らずラサールに手紙を送りアメリカに戻ってきて手伝ってくれと頼んだ。 またゴルバワンに着いたフランス船1684年7月24日、ラサールはフランスからアメリカに多くの入植者を連れて戻った。この入植者たちはメキシコ湾沿岸のミシシッピ川川口にフランス人入植地を建設するのが目的だった。1684年に300人のフランス人は4隻の船で出港したが、海賊や悪意のあるインディアンの襲撃を受け、また、 航海術のつたなさもあって、一隻は西インド諸島で海賊に連れ去られ、二隻目のラベルはマタゴルバ湾の入り江で沈没し、三隻目は座礁した。入植者たちはテキサスのビクトリア近くに三類トリデを建設した。ラサールはドホで一行を東に向かわせ、三度に及びミシシッピに定住する機会を得ようとした。ミシシッピ側を新たな探検しているうちに、 一行の残り36人は、テキサス州ナバソタの近くで反乱を起こした。そして1687年3月19日、ラサールは、ピエール・デュオーから暗殺された。デュオーはラサールに襲いかかった4人のうちの1人で、ハシナ遺族のインディアンの集落の最も西から、6リーグの距離をやってきた男だった。ラサールの死後、三類取りでは1688年まで、 持ちこたえたが、カランカワ族が残った大人を殺して、子供たちを捕虜とした。1689年に、スペイン軍が三イトリデの跡を発見したことにより、ラサールの最後の探検は、ハシナ遺族の族長とスペイン人の出会いのきっかけを作った。この族長は自分たちの土地への不況を奨励した。1690年にアロンソ・デレオンとダミエン。 マシネット神父がクロケットの街の向こうにサンフランシスコデラステハス教会を作った。このテハスが英語でテキサスとなり、このテキサス植民地の情報がスペインにもたらされ、スペイン人の入植地となったが、後にテキサスはスペインからの独立を勝ち取り、1813年にテキサス共和国となり、その後米国戦争を経てアメリカ合衆国に編成され、 テキサス州となった。それ以前の1762年に、これもラサールが発見したルイジアナが、イギリス領アメリカに活用され、後にアメリカ合衆国の州となった。ラベルの戦九1995年、ラサールの船であるラベルが、マタゴルダ湾で発見され、船体は保存されて、最終的にテキサス州立歴史博物館に展示されることになっている。また、 船から見つかった工芸品は現在テキサス中のいくつかの博物館で展示されている。ラサールは多くの地名や組織にその栄誉を称えて名が冠せられている。ラサールの伝説でより重要なのは彼が五大湖地方やミシシッピ川流域の知識を広く知らしめたことである。ルイジアナをフランス領としたこともまたこの地域の街の外観や文化的習慣の見地から 大きな意味を持つ。ありがとうございます。